電検3種ズボトフ教室第45回同機器攻略には欠かせない100分率同期インピーダンス日本エネルギー管理センター専任講師の西山です前回までのズボトフ教室では変圧器の100分率インピーダンス効果について解説をしていきました今回はそれ以外の機器に関する内容ということで同機器で使用する100分率同期インピーダンスについて解説をしていきたいと思います なお、今回の解説記事につきましては、オウム社様から出版されます。新電気5月号に掲載されておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。それでは早速内容の方に入っていくんですけども、百分率同期インピーダンスっていうと、あ、難しいなというふうに感じる方が多いと思うんですけども、実はですね、変圧器の百分率インピーダンス効果と基本的な考え方は変わらないんですね。 で本当にと思うと思思ううので実際ですね、この同期期の等価回路から、まずその内容について説明をしていきたいと思います。まずこちらが3層同期発電機1層分の等価回路なんですけども、この E というのが誘導起電力の1層分ですね。そして、このルート3分の V というのが1層分の端子電圧になります。 そして素子としましては RA が電気子抵抗、まあ、これほとんど無視する場合が多いんですけども、それとこの XS が同期リアクタンスということになります。で、この同期リアクタンスっていうのは、中身がですね、実は2つに分かれまして、1つが電気子反射用リアクタンス、これ、変圧器の場合には、実質無視する内容なんですけども、これがあるんですね。そしてもう1つは電気子の漏れリアクタンス。 これは、あの、モレリアクタンスなんで、変圧器でも関係する内容になります。で、同期の場合は、こいつがちょっとモ者なんですね。まあ、ひとまずは、実際にこの100分率同期インピーダンス、求めていきたいと思いますので、まずは、同期インピーダンスというのを求めていきましょうと。ただこれ、名前に同期ってつくから、なんか特殊なのと思うと思うんですが、実際にはもうただのインピーダンスなんで、電気指定庫 RA の事情、プラス同期リアクタンスの事情、足してルートを取りますよ。 これで大きさが求まりますと。で、これをもとに、あとは計算をしていきますよということになりますんで、100分立同金ピーナツー、%zs は、vn 分の、この vn というのは定格電圧、先端ですね。で、ルート3倍の inzs×100 ということになります。この式におけるルート 3inzs というのは、定格電流が流れた時の この同期インピーナスでの電圧効果これを戦艦に直したものなんですねまあ要するに定格電圧分の定格負荷時の電圧効果という形になりますんでうん確かに変わらないなという感じになりますよねしかし実際には結構別物のように感じてしまうことが多いんですねでそれなぜかというとその一つの理由がですねこの100分率同期インピーナースって 変圧器の100分率インピーダンス効果などに比べて非常に大きい場合が多いんですね。例えば変圧器の100分率インピーダンス効果って、まあ、それこそ小容量の変圧器だともう数パーセントで大容量器でもまあ大体10パーとか20パーとかそれぐらいなんですね。まあ、あんまりこれが大きいってことは変圧器の電圧効果が大きいってことになりますんでよ、まあ、くないじゃないですか。ところが同期機器の場合はですねこの電気作用リアクタンスが、 非常に大きいので、もうそれこそですね、百分率同金ピーナス、場合によっては100%とか100%を超えたりもするんですね。なんかもう一見意味がわからないんですよ。なんで電圧効果が定格電圧でおっきいのみたいな感じになるんですけども、まあそういうことがあるんで、なんかすごい特殊なんじゃないかなというふうに思ってしまうんですね。ですが、あの理屈の式としてはもう完全にね、変わらないんですよ。 で、もう一つ、この同期インピーダーツをまあ特殊に感じさせている理由っていうのは、まあ、このまあ通常の式で求めるのもありますが、この同期発電機の特性曲線というものから求めるということもできるわけなんですね。この特性曲線から求める特殊性っていうのが、なかなかしんどいかなというふうに思います。では、この特性曲線について簡単にご説明していきますと、まず2つの線がありますけども、 このの A とといいいううが無負荷飽和曲線というふうに言いますこれは何かというと同期発電機を無負荷試験を行ったと。で無負荷試験というのは本当に無負荷の状態で定格回転数で運転をしてで開示電流をどんどん大きくしていくよということなんですけどもこの時の開示電流に対する端子電圧の大きさの変化これを記録したものなんですね。そしてこの B の方は、まあ、名前としては三層短絡曲線です。 なんか直線に見えるんですがってことなんですが、一応名称的には曲線になります。で、これはですね、今度、同期圧電機の短絡試験を行った時の特性なんですね、まあ。短絡した状態で、まずは定格回転数で運転します。で、開示電流を増やしていきますよ。そうすると、まあ、当然短絡電流が増えていくんですけども、それがどういう値になりますかというのを記録していったものになります。で、この記録していった時に、 この IFM と IFS というですね、二つの開示電流の値を確認するんですね。じゃあまず IFS はということなんですけども、これはですね、無負荷試験の結果、つまり無負荷飽和曲線から求まりますで。これはどういうことになるかというと、まず無負荷試験のこれ、等価回路がこれですね。まあ、本当に無負荷なんで、電流流れません。まあ、なので、実はこの端子電圧イコール、この誘導起電力なんですね。 で、えー、どんどん開示電流を増やしていきますと、どんどんこの端子電圧が大きくなっていきます。で、この端子電圧の大きさが、1層分の定格電圧と同じになったとき、このときの開示電流の大きさを IFS としてるんですね。ちなみに、ちょっと突っ込んだ話をすると、この1層分の端子電圧が、えー、まあ、要は総電圧、総電圧の定格電圧と等しくなったっていうのは、これ、無負荷なんで電圧効果ないですから、 誘導起電力がまさにこの1層分の定格電圧と同じになったということを表しているんですね。さて、続いて今度は IFN なんですけども、これはこの下の等価回路の短絡試験、ここから求める内容であります。短絡した状態でどんどん開始電流を大きくしていきますと、もちろん運転している状態でですよ。そうすると、どんどん短絡電流は大きくなっていきます。 そして、この短絡電流がイコール定格電流となった時の IF。それを IFN と考えているんですね。そして、この2つの開示電流の値から、100分率同期インピーナスを求めることができるということになります。では、どういうふうに求めるかということなんですが、この時考えなければいけないのは、同期期ではですね、欠かすことができない短絡比という値ですね。 これは定義で言うと、3層短絡電流の大きさが定格電流の何倍ですかというのを表したものになるんですね。まあ、それを聞くと、なんかすごく基礎だなと思うんですが、実はこの同期期の場合は、この短絡比が本当に1とか、場合によっては0.9とかになるんですよ。もうね、パニックですよね。え、なんで短絡した時の電流が定格電流より小さいのみたいななるんですが、実はこれ、からくりがありまして、 この短絡電流っていうのは、先ほどの、この、定格電圧、誘導起電力が定格電圧と同じ値になった時に、バーンと短絡した時の電流なんですね。はい。で、これよくね、短絡電流っていうと、なんか定格運転してる時にバーンって短絡したみたいに感じるんですけども、もちろん、同期圧電気でもそんなことやったら大事故ですよ。で、同期圧電気っていうのは、定格運転してる時って、 この誘導機電力すごく大きいんですね。実際には。はい。なんで、そういう状態じゃないよっていうのは、一つ理解をしておいてください。で、この単のキーっていうのは、IFN 分の IFS、イコール IN 分の IS となるわけですね。そして、この IS なんですが、IS は、定格電流 ×100 分率同期インピーダンス分の100で求めることができるんですね。で、これって実は、 変圧器における3層短絡事故の時の自己電流を求めるときと同じなんですよ。あの時は基準容量に対する定格電流を求めて、そいつに100分率インピーダンス効果分の100をかけるということだったんで、もう完全に一致するんですね。で、ここから100分率同期インピーダンスは、IS 分の i n る1 0 0となりまして、これ置き換えますと短絡比分の100というふうになるんですね。 でこれは変圧器の時にはあまり考えなかった内容なんですけども、まあ、実はやってることって本当に同じなんですよね。ただこういうのがもううまくマッチしないので、ちょっと特殊に感じてしまうのかなというふうに思います。さて、えー、それではですね、今回は過去問3問解説して、えー、今回お話をした内容について理解を深めていただければと思います。それでは早速過去問の方をやっていきましょう。まずは、 令和3年度機械科目の問いの6であります。計画出力 3000kVA、計画電圧 6000V のスター結線3層同期発電機の同期インピーダンスが 6.90Ω のとき、100分率同期インピーダンスはいくらかということなんですね。これ非常にですね、もう基本的な問題で、ぜひ取りたい内容ですね。まず、100分率同期インピーダンスを求めるためには、計画電流を求める必要があります。 ただ、変圧器などと異なりまして、基準容量という考え方ではなく、あくまで発電機の定格容量に対しての定格電流ですね。はい。今、定格電圧が 6000V ですから、ルート 3×6000 で3 0 0 0キロ。これを割りますと。そうしますと、288.7A が出てまいります。この IN から100分立同期インピーナースを求めますよ。はい。 えー、Vn 分のルート 3inzs×100 それによって33.2%と出てきますので答えは3番ということになるんですねまあこれはですねかなりちっちゃいですねまあこんなにちっちゃいのほとんどないんじゃないかなと思うぐらい小さいなという感じでございますさてこれはあくまでウォーミングアップですここからが本題であります続いて 平成27年度、機械科目の問いの4であります。定格電圧、定格電流、力率1で運転中。まあ、つまり、力率1で定格運転中なんですね。その炭素同期圧電機がありますと。100分率同期インピーナースは85%。なんかリアルな数字ですね。で、この状態で、0時電流を変えないで無負荷にした。この0時電流を変えないでというのは、 誘導起電力の大きさを変化させないでという意味になってますこれで無負荷にしたとき発電機の端子電圧は定格電圧の何倍になるかということなんですけどもこれ実はですね言い換えますと低力率1で定格運転中の誘導起電力の大きさは定格電圧の何倍ですかって言ってると等しいんですよなぜかっていうと無負荷の時の端子電圧っていうのはイコール誘導起電力の大きさだからですね では実際にベクトル図を書いて求めていきましょう。今ですね、この、え一、ー、層分のベクトル図を書くにあたって、どうしてもですね、この、定格電圧の部分は、総電圧で考えなきゃいけないんで、ルート3分の VN と置きます。で、これと、同層で定格電流ですね。そして今ですね、同期インピーダンスと言ってますが、実質的には電気指定項無視と言ってますんで、 同期リアクター数になるんですね。ですので、この電圧効果のベクトルというのは、in から90度進んだ方向になります。この方向に0.85ルート3分の vn であります。はい。で、これをベクトル合成したものが en になるんですね。で、今、底辺が1倍のルート3分の vn、高さが0.85倍のルート3分の vn でありますので、はい。 大きさで言うと、1たす0.85の二乗のルートかけるルート3分の VN ということで、1 3 1るルート3分の VN ということになるんですね。で、これは1層分でありますので、戦艦に直すと、これのルート3倍。ですので、最終的には 1.31VN。つまり、約1.3倍だと、えー。答えは4番だということになるわけですね。はい、いかがでしょうか。さて、 では続きまして、えー、非常に難しい問題平成30年度機械科目問いの6番になりますはっきり申しましてこれ B 問題レベルなんですね下手すると電検2種のレベルに近いんじゃないかなぐらいな気がしますなのでもう結構捨て問題なんですけどもただ勉強をするという意味では非常に良い問題なんで解説の方をしていきたいと思いますまず今定格容量 PKVA そして、定格電圧が v ボルトのスター結線ですね。3層同期発電機があると。今、電気支電流が定格電流の40%。これ重要ですね。電流が40%ですよ。そして、負荷力率が遅れの86.6%。これ、優しいですね。コーサイン 30°=0.866 ということで、ヒントを出してくれています。 今、定格電圧で運転していまして、えー、ベクトル図を書いて、えー、不価格デルタの値として最も近いものということで、じゃあ、ベクトル図を書こうじゃないかということでやっていきます。で、今回ですね、1層あたりの同期リアクタンスは単位法なんですね。0.915PU ということで、なんか単位法って言われるとうわーって思ってしまう方がいると思うんですが、これ、あの、シンプルに考えてください。 0.915PU っていうのは、パーセントで言うと91.5%って言ってるだけなんですよ。あの、単位法って急転新幹、身構えちゃう方がいるんですけども、全然あの、言ってることはね、難しくないので、えー、身構えないで、えー、素直に受け取ってやっていきましょう。では今ですね、ベクトル図を書くにあたって、ちょっと厄介なんで、あの、総電圧に直しますから、この、定格電圧が V、V なんで、ルート3分の V イコール V 出しとおいて、これを基準にやっていきましょう。 さて、今ここ V ダッシュといたしまして、ここから30度遅れですね。こちらの方向に0.4倍の IL が流れているということになります。あれ、すみません、ちょっとお断りなんですけども、あのこの図のですね、角度とか別に正確ではないので、これ気にしないでください。はい。で、今ですね、同期リアクタンスですから、電圧効果はですね、この IN から90度進んだ方向になるんですね。で、大きさはどうなのかというと、 まずこの同期リアクタンスが0.915というのは、定格電流が流れたとき、定格電圧の0.915倍の電圧効果が発生するというふうに言ってるんですね。で、今、電圧効果の値っていうのは、電気子電流の大きさに比例しますんで、電気子電流が0.4倍であれば、0.915の0.4倍になるんですね。 ですす。すのので、でで 0.366V 出しとというこここになるわけですそれがここの大きさですね。最終的に求めたいのはここの角度なんですがまずここの角度を求めるためにはこの誘導起電力の大きさを求めないとダメなんですね。でそのためにはこの三角形これを考えます。要はこれ斜辺になりますんで底辺と高さが分かれば三平方の照りで求めることができますね。 では、まず、高さから行きたいんですけども、今、このちっちゃい三角形の斜辺が0.366と分かりました。そして、ここの角度が30度ですから、えー、図形の関係からここが30度になるんですね。ということは、斜辺が2に対して、ここの高さはルート3。で、ちなみにここは1になります。ということは、この高さというのは、0.366×2 分のルート3ということになるんですね。 で、この底辺に、ここに、部分については2分の1になります。さあ、えー、ということはですね、ここの全体の大きさというのは、これが1でありますんで、1たす2分の 0.366v' ということになるんですね。では、えー、これでですね、この斜券求まりますが、のルート取るにあたってですね、えー、ちょっとめんどくさいので、えー、2を外に出したいので、はい。 2.366の次乗といたします。要はこの1をね。まあ、てかこれを2倍したんですけども。ということで、2.366の次乗、足すことの0.366ルート3の次乗、かける2分の V ダッシュですね。はい。ここルートを取ってますけども。そうしますと、1.225V ダッシュとなるんですね。まあ、つまりここの斜辺が 1.225V ダッシュ。まあ、これの1.225倍だよということになります。で、残念ながらですね、この三角形から、 ここの角度を類推するのは無理なんで今度こっちの三角形これに注目しますはいでそうすると斜辺の大きさは1.225ですから問題はここですねはいじゃあどうしようってことなんですがこの斜辺ここの斜辺が0.366と分かってますからあとここなんですよはいそうしますとこれが V' でここ30度なんで2対1なんでここ 0.5V' なんですね ですので足しますと 0.866v' になるんですよ。すみません。ちょっと本当にこれね、大きさが合ってないんですけども。なんでここが 0.866v' と、この三角形ですね。はい。そうしますと、高さが0.866、斜辺が1.225。じゃあ、サインの30度プラスシータ、斜辺分の高さはということで、これ計算しますとですね、約0.707なんですよ。 で、これって、ルート2分の1なんですね。はい。ってことは、1に対して、これ、ルート2なんですよ。ということは、ここの角度は45度だよね。で、じゃあ、デルタはっていうと、45から30引けばいいから、15度だよね。ということで、これ2番となるわけなんですね。いかがですかねこれ、非常にですね、難易度が高いんですよ。はい。あの、ちょっとね、難しいんですけども、 ただ、これが分かれば、かなりですね、強いですので、あの、特にね、電気リストが目指されている方は、ぜひこの問題ですね、隅々まで理解していただければな、というふうに思っております。さて、えー、これでですね、えー、機械科目に関する百分率インピーダンス効果、及び百分率同期インピーダンスの内容は、概ね終わりましたんで、次回はですね、今度は電力科目で、この百分率同期インピーダンスで、 次回はですね、電力科目で百分率インピーダンス効果、どうやって活用していくのか、これについてご説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当チャンネルでは電気工事士、電験三種士を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。